ビリン大学沖縄学入門宜野湾フィールドワークパート1この番組では1月30日から2月2日まで東京町田市にある大比林大学の学生たちが宜野湾市を中心に地域の人たちと交流をしながら学んだことをお伝えします私は学生コーディネーターを務めました早稲田大学4年生の稲福咲です 沖縄県うるま市出身ですはい、えー、皆さんこんにちは皆さんこんにちは、えー、僕は今回の大尾林大学沖縄学入門の、えー、沖縄の統括してましたフィールドワークの全体コーディネートをしてました、えー、社会福祉士の稲垣悟です皆さんどうぞよろしくお願いしますはいでは今日はですねまずは、えー、この大尾林大学沖縄学入門 七、えー、人の学生が参加しているんですね。二つに分けて、ね、放送していきたいと思います。今日はパートワンということで、四人の学生に来ていただきました。まずは、自己紹介からしていきたいと思います。では、お願いします、はいえっと。オーブリン大学リベラルアーツ学群二年の後藤光です。東京都から来ました。同じく三年生の兄谷優香です。沖縄県出身です。同じく一年の川添里子です。神奈川県出身です。 同じく2年生長海選と申します。出身地は中国のアンキです。はい、最後の長君は中国のア金キ省出身ということでね、えー、皆さん8日間お疲れ様でした。今よやっと終わったというのかね、あっという間というのか、まあ終わってしまいました。今日はですね、えー、皆さんがこの沖縄で7 学んだこと特に宜野湾市を中心に、えー、歩いて、えー、地域の方と交流してきましたのでそのたりを中心に、ね、お話を伺っていきたいと思うんですけども今日はどんな感じで、えー、お話ししていただけますかこれアニアさんに聞いたりですかこの4日間の実習を通して気づいた沖縄の面白いところ。 とか本土と沖縄の違うところ、うん、あと中国の留学生もいるのでその中国と沖縄の似たところなどを紹介していきたいと思ってますなるほど、えー、じゃあ今日は楽しみだねどんなあれですか、えー、と4日間をそれぞれの日にちごとに紹介をしてくださるとそんな感じでいいですかねはい、はい、じゃあまず初日ですねこれは1月の30日皆さんどこを回られましたですかね 初日は沖縄国際大学に行きました。うん、そこで気づいたことが後藤さんあるそうで、うん、<laughs> はい、えっと沖縄国際大学に行って、まず駐車場の広さと止められる。車の数に驚いて、オービリン。大学は駅からバススクールバスがあるので、それに乗ってみんな行くので車投稿っていうのはすごい。珍しいというか、新しい風に私は感じました。うんうん、なるほど。 えー、車でまず学校に行くっていうのはありえんよね <laughs> はいそうですね怒られますねそれをすると <laughs> なるほど、まあ、びっくりするぐらいっていうのはもうめちゃくちゃ広かったってことかな、ね、はいとっても広かったですなるほど、はい、それからどんなました私が気づいた点は、うん、とオーベリン大学はエスカレーターとエレベーターの数がすごく多いんですけど、うん、沖縄国際大学は それと比べるとあんまりないなっていう印象を持ちましたうーん、なるほどエスカレーターが大平大学にはあるんですね、うん、これ早稲田大学であるんですか早稲田もエレベーターとエスカレーターがありますそうなんですねこれあの沖縄ではまずエスカレーター自体はどこ行ってあるのかな 竜房に行かんとないかなと思うんですけどねまあスーパー行かんとないですよね、まあ、それが大学にあるっていうのはやっぱり大学の規模も大きいしまあそれだけ何て言うのかな、えー、建物がやっぱり、あのー、進んでるということも言えるんですかねそれからどんなところに気づきました何かありましたお帰国大では例えば基地の横の学校よねうんそんなところに何か気づきあったりした <laughs> えっと基地の横に学校があるっていうのはあ,とあまり本土の方では見られないので、うん、そういう立地がとても珍しいなっていうふうに思いましたあなるほど立地がねそうですよね飛行機の音とかちょっと聞こえたりしたかなはい、えっとうん、飛行機とあとヘリコプターの音も結構大きく聞こえました、うんうん、そうすると学校から基地を見たりもできたのかなそうですねねあね 階段のところから基地の方を見させてもらいました。うん、うん、なんか基地見てどうでした？は思っていたよりも大きくて、うんうん、で戦闘機が何台か止まっているのを見て、うんうん、なんかこんなに隣接してるんだなって改めてすごい思いました。うん、あリアルに感じたわけですよね。<laughs> そうですよねえー。まあ、沖縄国際大学、この日行ってですね。中も見させていただいてまあ、話も少しね聞いたと思うんですけど、その後どうしました？と、その後は？うん とトロピカルビーチっていうところに行きました、うん、でそこでは、うん、とそこで抱いた感想としてはと私はなんか海岸がすごくきれいだなって思っていてと神奈川県の海はなんかどちらかというとゴミがちょっと多めなんですけど、うん、とトロピカルビーチはあまりゴミもなく砂浜も白くてきれいでしたうんゴミが少ないへえ これ今度の海岸ってもっとゴミが多かったりするのかな？そうですね。うん、なんかなんか不法投棄して帰ったのかなみたいな感じですごくあちらこちらに落ちています。うん、それは例えば東京とか神奈川の海がそんな感じ。そうですね。沖縄は比較的じゃあ綺麗に清掃されてるっていうイメージを受けました。はい、うん。なるほど。これって例えば例えばアニヤさんは沖縄人ですけども。 海岸清掃したりする活動ってよくしてるのかなそんな聞いたことあるあ,あちょっとそれは分かんない、うん、聞いたことないですね、うん、私がちょっほ本当に、はい、まあねあのアニヤさんも大学大学生か東京行ってるんでねあのその辺は分かんないかも分かるんですけども多分そうやってねビーチクリーンとかねされてる方は多いんかなという気がしますよね、はい、これが1日目だったですけども他1日目で何か感じたとかありました あの海岸に行った時に小学生、うん、低学年ぐらいの子たちがサッカーの習い事みたいのをしててなんか私はよく神奈川県逗子とかの海岸に行くことがあるんですけどそこも結構地元の方が多い海岸ですけどなんか習い事とかスポーツをやってるのはあまり見たことがなかったので。 なんか新鮮でしたうん。そっか、あんまり海岸っていうのは、じゃあこうスポーツをするイメージがなかったんですよね。そうですね。なんかくつろいだり海を見たりするっていう感じのイメージです。確かにね。あの人の数が沖縄の海岸ってそんな多くないんですよね。あの観光客はシーズンになったりるけども。県民はあまり海岸に行かないっていうのがね。あの暑いから、うん、あの。 その砂浜に行かないので逆に子どもたちがそういうビーチサッカーとかビーチバレーしたりとかですねそんなことは多いかもわからんですね、うん、初日まあ大体そんな感じかなはいじゃあ2日目は紹介してくださいどこ行きました2日目はえっと2日目はまず公民館に行きました、うん、こどこの公民館でしょうかえっと大じゃな自治会の公民館に、うんうん、上大じゃ自治会上なはい、うん 行きまししたた、うん、どんなでしたそこでなんか最初に結構地域の方々と交流する機会があってその時になんか話し合いの場にお茶とお菓子を用意してくださってて、うんうん、私学校の授業できたのでそういうなんかラフな雰囲気にすごい沖縄だなって感じました。<laughs> なるほどねこれささきん例えば沖縄で 少し地域にね。入ったことがあるかと思うんですよ。こんなの普通なんですか？ああ、結構お出迎えの意味も込めて、うん、あのお菓子とお茶用意してくださる方は多い印象です、うん。なるほど、なんかね。あの、沖縄のこの地域の集まりとかはお茶とお菓子がなければ進まないんですね。うん,うん、もうこれなかったら多分やる意味ないよ。っていう感じもあるかも。わからないけど、<laughs> まあだいたい。 10 10朝10時と昼3時それから夕方もね必ずちょっと小腹がすいたら食べれるようにみたいな感じでねあの食べながらねするのが沖縄のね会合だったんですけど、まあ、ウェジャンジえっとなんか公民館のごご飯の時は、うん、えっとその沖縄ソーーなんか食べたなんか、うん、一番中国,中国の食べたのなんか、うん その肉がその中の肉が、うん、作り方はョコ、うん、の,のトンポーローが似ています、うん、そのトンポーニは具体的に有名な,人をなんか自分で作った料理、うん、一番美味しいですね、うんうん なるほど沖縄そばは比較的中国のそばに似ていたこれは麺も似ていたって感じですかそうですね、うん、麺がじゃじゃじゃあちょっと太めの僕たちは中国の麺っていうとラーメンみたいな細い麺をイメージするんですけどもちょっと太い麺もあるのかなはい太い麺ですそうなんですねそれからもう一つは沖縄そばに欠かせないあるいは三枚肉というんだけどもこれ中国の料理日本でもねおなじみだけどトンボーロ はい、ト豚ーローと同じ少し味付けとかその調理の仕方は違うか分からないけども基本的にはね同じなんですよね、うん、えとなんか中国,の中,中国の方が甘いはいそうですうんなるほど 中国の方がもうちょっと甘いんだあ沖縄の方がじゃあちょっと辛めだったりする感じですか、はい、なるほどああ面白いですねそれから他にどんなことを感じましたその後は上じゃなのすみません、うん、すみません上じゃなの地区を、まあ、軽くみんなで散歩っていうか街歩きをしました、うんうん、でそこで感じたこととしては なんかすごく家が大きいなっていうふうに思いましたお家が大きい一個一個のお家が大きいと思ったはい <laughs> なんかなんだ都会ではもうちょっと一回り、うん、二回りくらい小さい感じなんですけど、うんうん、なんかなんだ外壁がもあるからなのかすごく大きく感じました、うん、ああなるほど大きく感じた家建物自体は新しいんですかそうです、ねあの 都会都会というかその私がいる神奈川の方は結構新築の家が多くて、うん、最近もまた新築の家が建ってみたいな感じで、うん、もう家がぎゅう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 って詰まってる感じなんですけど、うんうん、どちらかといえばこの沖縄はゆとりがある、うん、そんな印象を持ちました、うんうん、古い建物も多かった感じそうでですね古いい建物ももありましたしした新けどでも、うん やっぱ土地にゆとりがあるっていう建物もありました。うん、上大蛇の地区は、もともと外人住宅がね、大方地区の地区なんですけども。まあ、そういう、ちょっと日本のお家とは違う感じもあったりしました。そうですね。結構シーサーがあったり。うんうん、あと、なんか、外壁、うん、のところに、うん、なんか石、石がこう、石岩。石岩の石岩とね。<が>うん 埋め込まれてたりして<ー>なんかあまり見ないものだったのですごく珍しいと思いました、うん、なるほど外人住宅だけどもでもそこにはシーサーと石岩灯があって沖縄仕様になってるという感じなんですねそれは面白いですね、まあ、こういったお家、えー、他ほに何か気づきありましたあとなんか形がすごい、うん 私が住んでるとことは違うなって感じて、うん、四角いお家が多いっていう風に感じました、ね、四角い感じするよね、はい、なんかこう長方形みたいなね綺麗、うん、な長方形になってる感じ、うん、はいそうですねあとも白いお家も多かったって感じましたこれ白いっていうのはなんか意味あるの、えー、佐々さん家が白いことですかああ なん、えー、でですかね <laughs> 太陽を反射して明るくするとかわか、ね、分からないです多分でもそうでしょうねやっぱり黒っぽいと太陽光集めて熱くなるからやっぱり沖縄のおうち見てたらコンクリート造りというのがあるけど白っぽいですよね屋根なんかも真っ白だからだからグーグルの,あの航空写真見たら沖縄の街中 真っ白なんですよ屋根に色がついてないからね多分屋根の瓦がないので白っぽいというイメージもとってもあるのかもわからんですよねうん他かんか感じました上北条な自治会地域ですよねおうちのこと町あるしてどんなこと感じたかなあと「まる専門店」っていうお店が多いっていう風に感じて、うんうん、アニヤさんに「バルーン専門店」って何ですかって聞,聞いたんですよね。うん、東京にはなくて、うん、バルーン専門店 そなんかそ,うそれも初めて後藤さんに言われて気づいたんですけどやっぱ沖縄ではなんか卒業式の時とかに結構なんかみんなバルーン専門店に行ってあのもう事前になんか予約とかしてもう結構もうでっかいかわいいバルーンとかを予約して持って行って卒業生にあげるとかよくやってたのでなんかそれも結構なんか独特な。 あれなのかな？っていう初めて気づきがありました。確かにね。あのバルーン専門店ってよく考えたら地域の中によくあるよね。うん、なんかバルーンバルーン。あのさっきもよく使いました。卒業式の時とか。 あ私卒業する時にいた先輩とか後輩からいただいたり、うん、妹の卒業式にあげたりみたいなそうよねなんか沖縄の,その式典にはこのね欠かせない、あのー、子どもたちのねこういう式には欠かせないですけどもこの2年ほどコロナでね卒業式ちゃんと集まってできんかったからなんかねバルーン屋さんちょっと倒産したりとかね亡くなったとこもあったりとかね、うん、まあそれもちょっと時代反映してるかなと思いました他な何か街歩きでありました 上尾ジャナ自治会の公民館から公園が見えたんですけど、うん、幼稚園生がたくさん来てて、うん、そこでフリスビーを使って遊んでたのが私にとって印象的で、うんうん、東京の公園って結構ボール遊び禁止なところとかが多くって、うん、幼稚園生のそういう遊び方にすごい自由だなっていう風に感じました、うん、確かにフリスビーってなんかあんまり他で見ないかもわからない、ね、そうですね うん、なるほど、まあ、公園でのこの遊びの内容もちょっと違ってる沖縄って人口密度高くてですね公園の数も少ないんだけどでも結構じゃあ子どもたちはゆとりを持って遊んでるなとそんな感じを受けたわけですね,そうですねはい、うん、なるほどまあ街歩きで気付いたあたりそんなぐらいかなじゃあ3日目今は2日目だったんですけど3日目行きましょう3日目はどこ行きましたどんなことしたですか 3> 3日目は まず最初に首里城に行きました、うん、首里城に行ってまあじゃあ首里城って実はね火事で燃えてしまったんだけども、えー、その首里城に行ってどんなところ行きましたですかねえっとなんか栞里城についてはなんか沖縄と沖,沖縄の途中、うん、の歴史関係があるですね、うん、なんか。 具体的になんか中国の福建省と海を隔ててで向かい合っています。うん、その沖縄がなんか古代古代的古代中国と領空の文化交流し長久保歴史長長い時間経ってなんか今領空のなんか建物なんか修理場の建物とか なんかチョの具体的にの資金所、うんうん、あのチョコの固定住んでいたところですね。近所はね。はい。その食べ、うんうん、物が似ています、うん。似てたわけですね。あの中国との関わりは沖縄のその前ね琉球王府だった時代にまあ、とっても密接な関係で朝貢、えー、貿易だったりねあるいはまあこの 進行線が来たりして、まあ、とっても頻繁なやり取りがあったんですけども今回首里城のまあ周辺それから首里城の多分、えー、城壁の辺りね石垣の辺りをぐるぐる回りながらね感じたと思うんですけども中国とのねやはり関係をとても感じたそしてまあそういったことを、まあ、海が見えますからね中国の方を見ますと、まあ、海があってその海の向こうからやってくる 中国の貿易んとか新興戦それらもちょっとイメージしたっていう感じよねうんなるほどああじゃあまあ中国出身の張君としてはちょっとどんな気持ちだったなんか懐かしいなって感じはい家に帰るんか感じです、ね、家に帰るな,んか <laughs> なるほど <laughs> そうよねなんか,ねなんか今そのマネージャーを見た時はなんか、うん、中国のなんか観光地なんか見るときたな、うん、その感じ,感じですね、うん たかに今はこの日3日目首里方面行って感じたことありましたかんか私は石垣が上の部分と下下の部分でんて言うで違うんですよね昔のところと最近直したところとで違うっていうのを聞いて。下のの部分は今 うん、技術では、うん、あの真似ができないみたいなのを聞いて、うん、こんなに技術が進んでいる現代でも真似できないくらい昔の人たたちっっってててとも器用でな、うん、なんかすごいなって思い思ました、うん、沖縄戦で、うんまあ、崩れに残った部分があってそこがちょっとねのあの石垣でも分かるんですよねそしてその上にまあ修復して新しいものを積み重ねたそこの境はねくっきりしていて。 でも同じ技術こんなに技術が進んでいても元と同じものはなかなか復元が難しいということをねアニヤさん気づいてくださったと思いますね。他どんなこことか,何かありましたこの日処理場に行った後に、うん、私たちは第一牧師公設市場とところに行って、うん、昼食をと,、うん、と,とってその後にそ,のそこの一番上の方のお話を聞きました。うんうん でそこで感じたことは、うん、とお昼をいただいている時にご飯屋さんのサービスがすごかったっていうふうに思っていて、うん、でこれはその「デイツーで話した公民館でのおもてなしっていうのと関連してるんですけど、うん、そのサービスっていうかおもてなそうっていうのがすごく感じられてさっき私たち あの公民館行ってきたんですけどその時もサーターアンダギーと、うん、あとお茶をいただきました <laughs> なるほどどこ行っても何かもらうみたいなね、うん、特に公設市場行くとですねまあ、お買い物した時にねなじみのお客さんだったりこれからまたね来てねという意味も含めて、まあ、おまけとかねシーブンっていうんだよね沖縄ではねシ、えーブンくれるんですけどもこの時えー、っと。 高設置は二階食堂に。行った時も、何かくれたんですよ。よこれ、何もらったんですか?。サービスで。ちっちゃい沖縄そばを、なんかくれて、うん。沖縄そばね。とか、あと、クーベリチとか、パパイヤ。も炒めたやつ。なんか、ね、すごいんかたくさん炒めて。してもらったよね。でしたよね。うん、はい。まあ、他に。気づきありました?。はい、えっと。うん 私は市場に行ったのもそうなんですけど、うん、沖縄来た時から思ったことがあって、うん、流れてる音楽が私の地域とは違うなというふうに感じました。うんうん、というのもなんか洋楽だったり沖縄民謡っていうその2つの分類のジャンルを一番耳にした気がして j p o p を聴く機会があんまりなかったなって思います。なな <laughs> なるほどそうなんだな、まあ 観光地だから沖縄民謡は流れてるだろうし、うん、それからまあね洋楽もあるだろうけど、まあ、J-POP なんていうのもなんか不思議よね。そうですね、はいうん。なるほど、そうだったんですね。ではいよいよ最終日、まあ今日四日目行きましょうかね、えー。どんなこと感じましたですか。とさっき私たち公民館に行ったっていう話をしたんですけど、その前に実は商店街の方に行っていて、よく地元の人たちがなんか。うん 利用しているなんかちっちゃいスーパーみたいなところにお邪魔したんですけどでそこでお昼を買ったんですけどそこでなんか売ってたものがなんか疑問に思ったやつがあってそれをアニアさんにちょっと聞いたら沖縄のお盆で備えるものっていうふうに聞いていてなかなかこっちでは備えるものではな,ない見ないものだったのですごく珍しいものだなっていうふうに感じました。あーなるほど じゃあ沖縄の行事で使う料理とかが一緒に売られていたということもあるのかなそうなんかそのあたりもうちょっと何か教えてくれますかね私も初めて行ったんですけどそこのお店はこの「観光総裁で沖縄の使うものをいろいろ売っていてその中でも本土の方が珍しいって思う。 だろうなって思うのは、うん、なんか内カビとか、うん、この重なったんですか？うん、線香、はい、とかがやっぱ本堂のお盆とは違う。文化だったので、うんうん、さっき話した時も面白いって言ってました。<laughs> なんかアニアさん授業の中で。お墓の前でご飯を食べるという話をしたら、<ー>みんながびっくりして、逆にアニアさんが、うん、えそうじゃないの？ってびっくりしたと。た<う>けど <laughs> ね、まあでもそこに文化の差が、うん、差というのかねいろいろやっぱ離れるとそれだけ違いもあるけどでも日本の昔の文化にいろいろねこういうのあったんじゃないかなと思うんですけどね皆さんの,その家庭のお盆はやっぱり全然違うのかなと,おとなんか私たちの方のお盆ではとお盆の日にまず「迎え火」っていうので松明で炊いてきゅうり、んうん、の馬を備えて。 でご先祖様をお迎えして、うん、で帰る日になるとお今度は、うん、あのおまた、うん、なんだ松明で燃やして、ええ、おご先祖様を送るんですけどその時にナス、うん、を置いてナスの牛っていうふうに言われてるんですけど、うん、ゆっくり帰っていってねっていう意味でナスが置かれています。え今ででももそれしてるんすすかははいへすごいごねあの沖縄の方も実は 似てはい何、ね、かサトうキビで杖をついて帰るみたいな、ねうん、できるだけゆっくり帰ってねという意味もあってですね、うん、あの遅い時間までこのね帰る、まあ、あの世から来た人たち先祖たちをまあゆっくりもてなしたりとかねそれから松明で今度はあの迎えたりそれから送ったりするんですね。<う> そうですねでも、うん、最近は結構ボヤ騒ぎとかが、うん、あ,のあ,あちこちちょっと勘違いが起きちゃうのでそ <laughs>、うんまあ、こは慎重に、うん、安全に気をつけながらって感じです。うんうん、なるほどありがとうございますさあそろそろじゃあまとめていこうと思うんですけども、えー、時間がねちょっとありますのでね一人ずつね簡単にあのこ,のこの沖縄学入門、えー、ギノワ湾フィールドワークの、えー、振り返ってみて どういうこか感想いただけますかね誰から行こうかな張君から行くうんはいじゃあ、感想ですがええー、と、昔はええー、と、沖縄と中国の交流して、なんか多分、中国の文化の映画を受けて、うん、でも今はなんか、うん、あ国際通りの中、うん、で、なんかいろいろな、うん、ここの店あるんですね。うん、韓国のの台湾のなんか、うん、国のの。うん そのでもその古昔の写真見てなんか、うん、いっぱいいっぱいなんか日本のみ、うん、その時はいいっぱいにに、うん、日本のお店だけですねその今その時間減ってすごい感じあなるほどはいありがとうございますじゃあ次えっと川添さん行こうかなはいはいと、うん、だこ 私たちの住んでいる方と沖縄の方では同じ日本でも文化が違ったりあとおもてなしの方法も違っていて。うんうんうん なんかすごく面白いなっていう風に感じました、うん、なるほどやっぱり面白いよね違う文化に触れるのでこれはもしい中国のチョークもとっても面白かったと思いますね違う文化の人たちと交流して触れる後藤さんどうですかはい私は4日間通してすごい皆さん温かく迎えてくださってその温かみをすごく感じて東京ではあまり感じられないような はい、ことだったので、すごくありがたく思います。温かい感じがした。はい、そうです。なるほど、はい。じゃ、最後、沖縄出身のアニアさんにまとめていただけますか。はい、えっと、私は沖縄出身でありながら、沖縄のことあまり知らない。っていうことで、この授業を取ったんですけど。やっぱ、住んでいたら、注目しないような場所とか、いろんな道とか行ったりして。 なんかいろいろなことに気づいたし、うん、あとやっぱ沖縄の人たちって温、うん、かいなっていう、うん、あやっぱ帰ってきたなっていう安心感があってあ<ー>やっぱとってもいい県、うん、だなっていうふうに宜野湾もいい街で。 これからねケースをしていきたいなって思いました外でだから思うよねじゃあ最後の最後、えー、アニアさんのちょっと先輩になる先に東京に出たさっきもね最後まとめてはいは えっと、この4日間、うん、オービリンの学生さんたちと一緒に歩く中で、うん、こうや沖縄のダークサイドみたいな部分を見つつも、うん、やっぱり伝統文化だったり、うん、食文化だったり温、うん、かい人だったり、うん、っていう沖縄の宝物に触れられて、うん、あのすごく貴重な時間だったなって思いました。あ、うんはい、ありがととううございいますす、まあ、4日間あっという間だっっだたんですけども皆さん意外に 寒いのか暑いのかよくわからない状況で今日暑かったけどもね、あの本当にご苦労さんです。それから沖縄コーディネーターを務めてくれたさっきもありがとうございました。はい、はい、オービリン大学沖縄学入門、ギノワ湾フィールドワーク、パート1ですね、えー。今日はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。大学沖縄学入門、ギノワ湾フィールドワーク、パート2。 <laughs> <laughs> この番組では1月30日から2月2日まで東京の町田市にある大美林大学の学生たちが宜野湾市を中心に地域の人たちと交流しながら学んだことをお伝えします。私は学生コーディネーターを務めました沖縄県那覇市出身で現在関西学院大学1年の荒川立希です。 はいよろしくお願いします,します、えー。基地のある町のコミュニティパワーに学ぶという、ね、テーマでこの毎年、オービリン大学の沖縄学入門をやっています。私は沖縄県民を代表して、ですね毎年このコーディネーターの沖縄統括をしています社会福祉士で、えー、ラジオコメンテーターの稲垣悟です。よろししくお願いしますではは、えー、このオービリン大学学沖縄学入門今年は 7人の学生がえ来てくれました、まあコロナの中でねこの2年間できんかったんだけども3年ぶり2年ぶりにあの学生東京から来てくれた学生が技能安心に集ってですね地域の皆さんと交流しながらね学びを深めていったというねそういう4日間だったんですね。 えー、どんな学生なのか先ほどパート1を、ね、お送りしました、えー、この、えー、パートはですねパート2ということで、えー、3人の学生それから、えー、案あ学生コーディネーターの荒川力さんも含めてですね踏まええー、っと入っていただいて4人でねお送りしたいと思いますねではまず自己紹介いきましょうかねはい。はい オービリン大学リベラルアーツ学部2年の広田あかりです。出身は群馬県です。よろしくお願いします。はい、群馬県出身なんですね。よろしくお願いします。いますはい。同じく2年のろうかかと申します。出身地は中国の浙江省です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます中国の出身で浙江省の出身なんですね。はい、ありがとうございます。続きまして。はい、えっと、今年度オービリン大学に国内留学をしておりました。 沖縄国際大学3年の砂川奈央ですはい地元、えー、沖縄国際もうギノワ市の地元中の地元沖国大から1年間、えー、留学をして戻ってきたんですねはい、はい、1年修行を終えて戻ってきた砂川さんですはいこの3人でね、えー、それからコーディネーターの荒川力さん含めてですね、えー、いろいろディスカッションしていきたいと思いますけどもまず どういう場所を今回訪ねました。そして、まあ、今回どういうような。内容で、この番組進めていこうと思ってますか。えっと、まず最初に、と、基地問題についてお話しして、うん、その後に。うん、と、二日目に訪問した上尾ジャナ地区の自治会について、と、うん、お話ししたいと思っています。なるほど。えー、基地問題ということは、まあ、この宜野湾市、えー、言うまでもなく。 えー、普天間飛行場、米軍普天間飛行場があるんですけれども、その普天間飛行場など、基地を、まあ、少し、えー、見たり、外からでしょうけどね、外から見て、はい、まあ感じたり、考えていた、考えたりしたことをご紹介いただく、という感じですね。はい、それから、自治会はどちらに行かれたんですか？上王者な自治会です。はい、上王者な自治会ですね。これは普天間飛行場の南側にある自治会ですよね。こちらにお邪魔をしてですね。 い交流して、えー、気づいたことと感じたここですねこういったことをまあ皆さんじゃあ今日はお話をしてくださるということですけども、まあ、4日間あっという間のね4日間だったと思いますまずはその基地問題皆さんが、えー、感じたことそれからこれまで知っていたことや思っていたことといろいろ確かにそうだなと思ったところもあったと思いますしえひょっとして 自分たちが本土で聞いた話と違うじゃんと思ったこともあるかもわかんないですよね。んそんな話などね伺っていきたいと思いますけどこれどなたかからいきますかはい私砂川から行きますはい、はいえっと、私は沖縄出身でこの今回オーベリン大学に1年間行くまでもずっと沖縄に住んでいたんですけどやっぱりその基地問題のニュースとかは、えー、新聞やまあ テレビでよく見ていてい前々から個人的にはやはりも辺野古にも普天間にも基地はいらないって考え,た考えていたんですけど、まあ、今回いろいろフィールドワークを通して、まあ、この実情とその背景にあることを考えた上でもやはりどちらにもいらないと思っていて、まあ、それはあのまあ私の両親やその上の世代の方々が。 もうすごく努力をされてこの今の沖縄の平和な状況を維持してまあ作ってきてくださったからそういう状況環境の中で育ってきた私だからこそ思っていることだとは思うんですけどでそれがまあ,なんだろうまあ理想論にしか過ぎないことも重も々分かっ承知しているんですけどやっぱりこの沖縄だからこそでその日本だからこそこの この基地問題とかにあのなんだろうなフェ,フェーズなんかピックアップそこだけを見るんじゃなくてもっと世界平和だったりそこの方に重点重視していってこの基地問題の解決とかその平和の なんか平和を目指す取り組みを同時進行していくべきではないかなってやっぱ改めて思いました。なるほど沖縄だけの問題あるいは日本の問題だけではなくって世界的な視野ですね、はい、グローバルな見方でもっと考えていく必要があるかなと思ったというんですね。 私は群馬県出身なので今まで基地問題っていうのをこう断面的にしか見てなかったというかなんかただその基地はなきゃいいものっていうふうにしか思ってなかったんですけどこの実習を通してその基地から恩恵を受けてる人も少しいるんだなっていうのを学んでそのえっとなんだ それがやっぱあるので一概になんか基地がなきゃいいものとは言えないっていう現状を知ることができました、うん、まあただと基,地もなんか基地はやっぱない方が、うん、事故とか騒音、まあ、問題とかもあるので、うん、ない方が生活しづらいあ生活しやすいっていうのを知ったのでそれはやっぱない方向に持っていかなきゃいけないなって思いましたなるほどなないいに越しししたことはないけどしかしやっぱり、うん 戦後まあ、ここに基地ができてしまった以上、うん、ま基地ができてからまあだいたい75年ぐらい経つんですよね。基地がなければ生活が成り立たんというそういう,そういう現実も今回4日間で見ることができたということですね。うんはい、はい。では続いてどうしよう。ロー君がじゃあお話しするかな。はい。あローです。あ中国出身なので、うん、あの沖,沖縄の基地問題にはあの、うん、この 実証参加する前にそんなに詳しくはないんですが、うん、まあ米軍基地、今の時代存在するべきではないと思いましたが、うん、でも、この4日間の実習に参加して、うん、あ特にあの2日間目にあの自治会の方々のお話を聞いて、うん、まあやっぱりあの基地問題に対する矛盾なあの態度があると思いました。うんあの 基地が存在するとやっぱりいろいろ事件が発生するしふ、まあ、普段のみんなの生活にも迷惑をかけると思いましたが、まあ、でも今あの国際から見るとロシアによるウクライナ侵攻もあるしあと沖縄県の周りにある尖閣諸島と台湾問題もあのひどくなってっており あの、やっぱりあの自治会のみんなも、うん、あの、やっぱり米軍基地ないと守っあの、うん、自,自衛隊だけだと守れないという考え方もあるので、やっぱり複雑な問題だなと思いました。なるほど、えー、ロー君は実際に自治会の皆さんにまあ、聞いてはみたわけなんですね。この米軍基地だけで。 大丈夫でししょうかかみみたたたいいななことも聞てりのそうですねでその時にいろいろそういう声が帰、はいまあ、ってきたという感じどんなこと言われてました具体的には。知事会の,、うん、あの会長さんから、うん、あのやっぱりあの今基地が存在すると沖縄戦が終わってないという考え方が、うん、<laughs> あり、うん、自分も4日間沖縄にいてあのいつも、うん、あの空にあ 米軍の飛行機が飛んでてそうもかなりあるし、うんうん、あと今日ラジオに来る道でも普通に米軍が歩いててまあそういうことがあるからやっぱり戦争が終わってないかなという気持ちも理解できます、うんうん、なるほど基地があるし、まあ、こうして外を、ね、あの兵士の皆さんが歩いている戦闘機が上空を飛んでいる、まあ、この状況にまだまだ沖縄戦は。 集結してからまあ78年から年なだけど実際に戦争はあってないんだということを地域の皆さんはおっしゃっていたということです,、ね、そうですなるほど、うん、今の話談について皆さん何か思ったり感じたことしたありましたかね、うん、やっぱり米軍基地はない方がいいかなと私は個人的に思,、うんうん、思いすごくなんか痛感したというか、うんうん、やっぱ。 なんかこっちの本土にいると、うん、そういう基地問題に携わることがあんまりないので、うん、それをすごく実感ししたたなな思いまるほど、うん、あの荒川律樹さんは去年実はこのオービリン大学のね沖縄学入門に去年の場合はリモートでやったんだけどリモートでしかし沖縄からもリアルで、えー、この。 あの番組に参加をしてくださいました。まあ去年もね勉強したんですけども、この2年間関わってみてどんな感じですかね。えっとあこのフィールドワーク、うん、フィールドワークとまあこの米軍基地,の、ね、基地問題。うん、でなんか私は、うん、その去年高校3年生ぐらいまでは、うん、その沖縄県での報道がやっぱり基地反対っていうよりになってるから全部。うんうん、でなんかその自信を持って明確な理由で、うん、なんか。 あの基地反対って言えてたわけじゃないんですけど、うん、今なんかそういう勉強したり実際見てもっと今までより真剣に目の前にあることを感じようって思うようになってからは、うん、やっぱその利益がある人たちがいるのも分かってるしその人たちがあの職業が米軍がないと成り立たなかったりとかもするのも理解した上でけどなんかそのやっぱ戦争体験者だったりその、うん。 戦争によってこの心に傷を持ってる人とかがいる中でその今でもずっと基地がそばにあることで戦争を思い出しちゃうとかなんか基地があることによって起きちゃったことがあるっていうのはなんかその許さ,れなんか許されていいのかなって思ったりとかそのうーんなんかこの。 一回沖縄県の外に出て思ったのはやっぱり外の人たちは分からないなんかやっぱりこの私たちが今まで感じてきたその辺野古の,あの座り込みとかこのオスプレイの音とかそのおばあちゃんたちの話とかを聞いて見てなんか感じたことってやっぱり本土の人には伝わらないからだからなんか それを感じて今なんか沖縄だけがちょっと犠牲にされてるのかなっていうふうに思ったりもしました、うん、あれよねあの勉強を少し始めてみてますますいろんなことが出てきて、うんうん、ちょっと自分自身も混乱もしているけどっていう、うん、そんなところもあったりするけあそうですね、うん、でもなんかその、うん、ええな、うん、私は。 米軍の人たちまでその悪い風にイメージがつくこともすごい嫌で一人一人は悪くないからなんだけどその報道の仕方とかでもう米軍の人に怖いイメージとか悪いイメージがつくのはすごい嫌なんですけどやっぱりそのなん国家間の。 圧力がまあ普通に沖縄県民と米軍の圧力に変わっちゃうとかもなんか最近またかん感じ始めたのでそれとかもめっちゃ悲しいです、うん。ローくんがさっきね国際情勢が不安定な中での沖縄という話に少し触れ、うん てくれたけど、やっぱりここ数年でその国際情勢の答えは出てきて、ややこのね沖縄の基地をめぐるその考え方とか意見もまたいろいろ出てくるようになったよね。この辺について何か話したい人いますかね。ロー君ちょっとどうですか。はい。あの国際そうね。うん。やっぱりあの今ウクライナでも戦いあのがあるし。 うん、やっぱり自分からも不安もあって、うんうん、やっぱり中国と台湾の関係これからどうな,なるかな、うん、もあのいろいろ、うん、あの不安もあります、うん、不安よね,あ<の>ね中国の、ね、学生たちもとっても不安だと思うろう君自身は日本に来て今何年ぐらいになるんですかあいあ今年年目です4年目でこれから 中国に代わる感じ。それでも日本で仕事しようって感じなん。自分はあの日本で就職する。今は予定です。うんうん、ああ、だからとっても大事ですよね。うん、この中国から日本で学んでくれて、そして日本で仕事をしていく。うん、こういう役割を果たそうとしてくれる人たち、とっても大事だなと思いました。ですね。 他にまあ何かかお話ありますかねこの今基地問題ということについて皆さんが感じたことをねお話をしていただいていますけど他どううででしょうかはい、えっと、砂川です、えっとうん、私もビリ林大学の方で結構今年度コミュニケーションのことを学んできたので、うんうん、やっぱりまあ人間それぞれ価値観が違うのでだったらまあ国同士、まあ、争いとか対立が生まれることもまあ分かるんですけどだからこそ なんか武力ではなくてやっぱりまあ理想ですけどこれもまあ理性的に話したりもう対話をしてコミュニケーションをうまく円滑にすることでなんかやっぱり解決していく道をなんかもっと目指していくべきなんじゃないかなっては思ってて思います、うんうんうん、そうよねコミュニケーション、まあ、交流とかね、うんあのー、やっぱりね同じ人間というかねさっきリッキーもねアメリカ兵 やっぱり人間だしという話もあったし、うん、あのどこの国であろうがどこの,、ねうん、の出身であろうが、うん、民族であろうがやっぱり一人の人間として関わる時はもうとてもお互いリスペクトし合っている、うん、どうしてこの、ね、国レベルになるとです、ね、こういうふうなことになってしまうんだろうって、ね、今回の実習でも、ねうん、フィールドワークでもとっても思ったんですけども、まあ、本当に砂川さんもそういうことを、ね、思ったと思う廣、うん、田さんなんかどうですかその辺りはね。 私の大オウィリンもすごく国際色豊かな大学で、うん、結構私は留学生のお友達がたくさんいて、うん、もちろんアメリカ出身の友達もいるので、うん、やっぱ対話でこう相手と面と向かって話したらすごくみんないい人たちだし、うん、なんか本当に友情がそこで芽生えるので、うん、やっぱこう対話で話していくことってすごい大切だなって思いました。うん、そうよね、うん、あの それは対話の方法というのは観光で来てくれるのもいいしまた留学でもいいしこちらからね学びに行くというのもいいしやっぱりお互いがお互いを尊重し合ってお互いを学ぶということが一つ大きな対話かなと思ったりしますね。な何か,他になんか力気とかかありますか今の話聞いて直接的に関係あるかわからないんですけどなんか沖縄に来てお母さんとかおばあちゃんと話してからやっぱり。 その戦争体験者とかそれを身近に感じてきた人たちってそのウクライナ戦争とかのに対する感じ方が違うんだなと思ってやっぱその本土の人たちっか私も本土にずっといてそんな大学生になって毎日ニュース見れないとかの今そういう感じなんですけどやっぱ沖縄の人たちはそのあの尖閣諸島のこととかもなんか。 より身近に感じてなんかもう一回あんな沖縄戦みたいなことになるんじゃないかなって思う人たちがいたりとか実際その離島の方で有事に対する訓練が行われたりっていうのを見て聞いてなんかやっぱりちょっと違う感じ方が本土の人ともしかしたら違うのかなって思いました一般的な話ですけど、うん。まあ、戦争を 経験された世代の皆さんはやっぱりかつてのね、まあおそらく皆さんは小さかったと思うんだけども、やはり戦争が始まる前の空気を微妙に感じ取ったりはしてるっていう感じかなうん,うんですよね。ロウ君は中国からまあこの、えー、日本に勉強に来られて、しかもこの沖縄で今回学ぶということで、とても米軍基地のこととかねよく事前勉強してきてくれてるんですよね。 あの来る前と来た後この特に沖縄に来た後では何か印象変わったりしたことあったですかやっぱりあの来る前に沖縄の方々は多分、うん、米軍とあの、うん、基地に対する、うん、絶対嫌な気持ちしかないと思いましたが、うん、まあでもあの基地自治会ってお話聞いたら、うん、まやっぱり理解する気持ちの方もいらっしゃる。 やっぱり理解しようというそういうようなある程度は、まあそのね、長く基地もあるということもあってです、ね、やっぱりそこをある程度理解をしなきゃみたいなことも、まあ、老君的にも感じたということなんですね。 本当にね、流の流暢な日本語で、うん、とっても僕たちもよくわかるしね、うん、それからすごく、あれですよね、相手の話をきちんとね、うん、考えてることまでちゃんと理解しているこのロ朗君、すごいなと思いましたですけども、引き続いて、じゃあ、その今、朗君、自治会の話してくださいました、自治会の話、いきたいと思いますけど、これは誰からいきますか 自治会いていろいろ見学してもらって、うん、あのやっぱり中国には自治会みたいな民間組織はないのでそういうあのお年寄りの方の支援とか子どもたちの支援とかそういういろいろ活動することを見るとやっぱりそういう中国でも自治会みたいな。うん 組織を作った方がいいかなと思いました。そうするとそういう自分の地元の皆さんとあのつながりを作りたいなと思いました。うんうん、ちょっとね中国にもそういう地域の組織はあるんだろうけども、いやいやシステムが違うんでしょうね。うん、そしてこのまあ、日本特に沖縄にある住民同士が支え合う仕組みというのはないかもわかんないですね。うん、はい。うん。他の方どうでしょうか。次広田さん行きましょうか。はい。はい 私は群馬県の神羅町というと所出身なんですけど、うんはい、私の町でもすごい自治会が盛んで子ども会とかも多く活動してたので、うん、沖縄にすごいちょっと共,共通点を見つけたなと思ってて。 その自治会とか子ども会含めすごいなんか重要なんだなっていうのをこの実習を通して感じてその沖縄は学校で不登校の児童がまあ多いというのを聞いて。 そういうのに対しそういうい問題に対してその自治会の子ども会とかがあれば、うん、もっとその違う学校以外の居場所ができたりとかして、うん、その不登校時のなんか違う居場所になるんじゃないかっていうのもすごく感じて学校とその地域のつながりとかがやっぱこう大切なななんだなとすごく思いました、うんうん、なるほど学校と地域あんまりつながってない感じですね。うんうん、沖縄でも そんなに学校と地域ってねつながってないですけども、うん、自治会がそこをうまく間つなぐ感じで担えばいいのかなというそういうねあの提案をねいただきましたじゃあ砂川さんどううでしょ冒頭にも申し上げた通り、うん、まり、あ、私たち今回上王者の自,、うん、自治会さんにお邪魔したんですけど、うん、なんか向こうの人みんな、うん、皆さんもめちゃくちゃ地元大切にして愛されていて。うんうん なんか,かなり強い衝撃を受けました、うん、えっと私はい、あの沖縄の八重瀬町小鎮田の出身なんですけど、うん、本当になんか個人的には誇れるものが何もないと思っていて <laughs> なのでなんかこの一応八重瀬町も宜野湾市と同じように人口が年々増加してきて。うん いて、うん、でそれがもう本当に魅力がないって思ってる私からしたらもうめちゃくちゃゃく不思議でで仕方がないんあとはなんかまあ沖縄の人まあ、地元とか宜野湾とかこの八重とかのくくりは全部取り払って、うんうん、この貧困問題とかに触れた時に感じたのは、うん、やっぱり、うん、この。 よく沖縄は日本の縮図だとか言われますけどそれがまさに何か強く感じて何、うんうん、か若者は若者なりにできることとか、うん、まあそういう壁自体も全部取っ払って、うんうん、人それぞれ自分がみんな自分ができることをやっていくことが大事なんだなって改めて思いました。うんうん、なるほど砂川さんが育った町 気持ちよくわかりますねあのやっぱりね若いとね自治会とか地域があることないから実はやっぱり自分の地元わからないんですよねでもおそらくはね今回あの上王者の自治会に来てあ地域でこんななんだみたいなことがわかって、うん、おそらく、えー、こちらの方の自分の 家の周り調べてみるとおそらく多分ねいろいろこの支え合いの仕組みというかたくさん、ね、あるんだろうなこれは多分外の地域を見て自分の我が町を知るみたいなことにもね今後なるんじゃないかなと思ったりしたんですけどもさあ,あのどうでしょうね今回皆さんの地域とおそらくいろんな形でねあの比べたと思うんですけども、えー、群馬県のねあの広田さんなんかはあの この沖縄の地域と比べていろいろまた感じるところあったと思うんですよなんんかその辺教えてくれたら嬉しいんですけどねはい、うん、えっと沖縄全体がどうかはちょっとよくわからないんですけど、うん、上王者の地区では、うん、あの子供会がなか,っ、うん、なかったというか止まっちゃってるみたいな言ってて、うんうん、私の地域はすごい盛んだったのでなんか取り入れられるというか、うん、ちょっと沖縄のつながりが強いって言ってたのを聞いてたけど。うん 自分の地元の方が強いなってすごい感じてなんかもっっっとと子会かか盛んんににななればいいいいのにってすごい思,い思っちゃいましたねなんかその辺りをまだ大学生の廣田さんがちょっと知ってるというのもすごいなと思ったんですがあんまり大学生ぐらいだったらしかも地元離れてるからねあんまりわからんかなと思ったけどもちょっとその辺りかるやっぱり子どもとかそういういろいろ関わりを持ってたっていうことですかね持ってましたね。 お祭りとかもあったし運動会とかも地区であってあと兄弟がいるのであの結構年代お姉ちゃんと弟がいるのでなんかその年代知ってるのでそれもあるかもしれないですなるほどえ那覇市出身の利キはどうですか結構都会の方なのでちょっと違うねあの空気もあるかなと思ったんですけどもそうですね私はちょっと那覇の中心部から ずっと中心部で生まれ育ったので、うん、そのなめっちゃつながりがあったかって言われればそうではないんですけど、うん、やっぱその近所付き合いっていうのが他の田舎のところに比べたらないかもしれないけど<ー>やっぱりその大,大学に、うん、出てきたら。 近所付き合いななんて皆無なので <laughs> <laughs> そ,それで沖縄戻ってきたら近所のおばあちゃんたちがなんか「あ久しぶりだね」とか言ってくれたりとかお店の人とかも「うん、おばあちゃん元気ね」とか言ってくれたりしてあ地元に帰ってきたなって思えるし、うん、なんか私自身がめっちゃ沖縄愛強いので、うん、なんか結構関西の人に <laughs> リッキー本当に地元愛すごくて。 すごいみたいなことを言われたりとかもするので <laughs>、うん、まあ自治会は那覇で盛んだったかはちょっと私はあんま関わってなかったから分かんないんですけど、うん、まあなんか人と人とのつながりは戻ってきてすごいまた感じることとができたと思いますなるほど関西もね京都愛大阪愛神戸愛ものすごく強いんだけども、まあ、沖縄愛に負けるって感じ <laughs> 感じの愛があります。<laughs> なるほど。<laughs> うん、その愛の話、ロー君どうですか。中国愛とか、自分の地元への愛着とか、愛情ってあったりするんですか。やっぱり自分の地元に、は、愛は、持ってると思います。でも、あの、沖縄の方々とか、群馬と、うん、他、う、の、ん、そういう、そこまで強くはないと思います。<laughs> <laughs> やっぱりそ、そういう自治会の、存在見ると、あ,あ、や。 や、うん、ましいなっては思いましたましなるほど中国でじゃあそういうなんかあればいいなと思ったりします自治官、うん、は多分中国の皆さんまあそういう自治がって見学してもらったら多分私と同じく、うん、そういう羨ましいなって気持ちになると思います中国実は今ね少子高齢化という日本よりももっと、うんうん 激しい高齢化が今後やってくるというね一人っ子政策からね、うん、まあ今本当に高齢化超高齢化社会がやってくるということで大変な時代が来ると思うんですけども、まあ、本当そううなんでしょうね、うん、じゃあ、えー、もうそろそろ、ね、あのまとめに入っていきたいと思いますけども、えー、沖縄出身のまあ砂川さんに最後ちょっと全体通してまとめていただけますかね。今回のフィーールドワークを通してやっぱり 沖縄出身の私も沖縄のこと全然知らなかったって改めて思いましたし、うん、この県外出身の方々もなんか沖縄のことについてやっぱその沖縄とは違うところで知るっていう機会とかその方法が本当に少ないと思うので、うん、まあ今回私たちがこうやって実際に現地に沖縄に足を運んで。うん 学今回この支えてくださった方々や訪問先の方々とのご縁を大切にしてやっぱ今後それぞれの人生とかに生かしてまあ社会に還元できるような人に。 私自身もなりたいですしそういう人がやっぱ増えていった方がいいのかなっては思いました、うん、そうですよねまず今回ね私たちに時間をくださった、うん、そして関わってくださった皆さんにとてもお礼を申し上げたい、はい、それから、まあ、皆さん本当に4日間あっという間だったけどもお疲れ様でした、うん、そして、まあ、コーディネーター今日、えー、っと2日間だけだったけどもね、はい、あの荒川力さんもよく頑張ってくれました。ありがとうございましした、はい、大学学、えー、沖縄学ンフィーーーールドワークパート1パートトお届けします ました皆さんこれでまた来年お会いしたいと思います皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたバイバイ。